やっぱり家族の分断そして友達との分断そういうものが一番やっぱり大きいなとあとはやっぱりふるさとふるさとがて汚染されたということはもう飯舘だてでは俺はもう何にも作れないなと我々は農家なんだからそういうものも,もう再現はできないなと。 そういういい、思だからやっぱりあまりにもも失ったものは大きすぎると思う俺は、この我々のこの避難民の中でどういうことが起きているのかそれに対して国あの行政はどういうことを我々に対して今しようとしているのかということが全くあの発信されないそういうことが非常に私は怖いと思う。 俺が思って一番大事だというのはその時に国がどういう対応をしてきたのか福島県がどういう対応をしたのか村が飯舘村がどういう対応をしたのかこれが一番の問題だと思うのよ。なぜなぜ我々はこういう無用な被爆を続けてしまったのかその原因はどこにあるのか。 そういうことをやっぱり表に出すということが一番私は重要だと思うよ。